ドリュー・ハンキンソンはアメリカ合衆国の男性プロレスラー。メリーランド州、カンバーランド出身、WWE にて、インポスター・ケーン、フェスタス、ルーク・ギャローズ、ティネでは DOC のリングネームで活動。日本のプロレス団体では、イグフにて、キース・ハンソン、新日本プロレスでは、ドク・ギャローズとしてリングに上がっている。元妻は女子プロレスラーのアンバー・オニール。 ペンシルベニア州や地元メリーランド州のインディ団体で活動後2005年4月に WWE の下部組織 DSW に参戦2006年5月にケインを心理戦で苦しめ同年7月頃にかつてのケインの姿でバックステージに登場ケインを吸収したそして PPV ベンジェンスで本物のケインと対決ジョークスラムで勝利した 翌日の RAW で、ケインとランディ・オートンの試合に乱入するが、ケインの逆襲に遭い、チョークスラムを3発食らわされた。その後、バックステージに連れ込まれ、覆面を剥がされ、会場から追放された。その際スキンヘッドであったことが確認できた。それ以降は登場していない。フェスタス時代2007年5月に、フェスタスとしてジェシーとタッグチームを組み、スマックダウンに登場。 一度ギミック調整のためオベに送り返されるも、9月にスマックダウンに再登場した。フェスタスは平常時はだらしなく舌を出したテクノボーだが、ゴングが鳴ると凶暴な性格に一変し、曲を生かした圧倒的なパワーで大暴れするというギミック。試合が終了し、ゴングが鳴らされると平常時のうつろな様相に再び戻る。ちなみに、リング外でもうつろな表情も売り物であり、 ジェシーが彼の顔を指さして、これが、の顔だぜ。と言って観客に紹介する場面も、彼らタッグの見せ場の一つである。2009年、追加ドラフトにより、RAW への移籍が決定し、ジェシーとのタッグを解散する。移籍後はほとんど出演することがなかったが、同年11月に、ルーク・ギャローズと名を変え、スマックダウンに再登場。これまでのギミックは処方薬の副作用で、 中毒から構成させた CM パンクに浸水しているという設定でパンクのタッグパートナーとして活動している。その後、セリーナ、ジョーイ・マーキュリーも同じ設定で仲間に入り、ストレートエッジソサイティとして活動。8月15日、サマースラムでは、ストレートエッジソサイティ大イビックショーの3対1のハンディキャップマッチに臨むが敗北。その後から弟子たちのことを考えない。 パンクの自己中心的な態度が目立つようになる。9月3日では、汚名返事を図ったタイビック商戦でも敗北。これで、ビックーを倒せない。パンクの怒りが爆発して、GTS で沈められてしまう。これにより、ストレートエッジソサイティは壊滅状態となり、共に行動することはほとんどなくなり、あっても仲間あれが生じるようになる。9月24日、スマックダウンにおいて、 パンクに対して、お前を倒して、ビールで祝杯をあげてやると、ブレイクエッジを宣言し、生産試合に挑むも、GTS で敗戦。その後パンクが、RAW に、エッジとのトレードで移籍したためストレートエッジソサエティは、完全に消滅。11月4日、スーパースターズで、バンスアーチャーと対戦し勝利。勝利後笑顔で観客の歓声に応え、ベビーフェイスに転向。しかし、 11月19日に解雇が発表された。解雇後、パンクとは別々のキャリアをたどるが、交流関係は続きパンクは、ストーリーラインで、ピンスをなじるサイコルトカバナや、自身の名前を引き出している。ルーク・ギャローズ時代 WWE 解雇後、2010年12月3日、イグフのイベントである、猪木ボンバイエ2010にテスタン・ハンセンを彷彿と、させる、カウボーイスタイルのコスチュームを身にまとった。 キース・ハンソンのリングネームで登場、ザ・プレデターと対戦して勝利。以降、イグフに定期参戦を続け、2011年4月28日に行われたゲノメ15でのイグフチャンピオンシップトーナメント1回戦において、ボビー・ラシュリーとの元 WWE 出身の対決が実現。しかし、約5分という短い時間でフォール負けを喫した。2012年6月3日。 プロレスリング、ノア主催の名古屋国際会議場大会に、ルーク・ギャローズとして参戦。10月、ティネと契約を交わし入団。覆面集団である、エイシズエイツの一員となり、覆面を剥がされてからは、素顔で、DOC の、リングネームで活動。2013年7月12日に、ティネとの契約が切れて退団した。バレットクラブ、編集2013年11月。 新日本プロレスのリングに拠点を移し、ドクギャローズの名義で参戦。同団体の外国人ヒールユニット、バレットクラブの一員となり、同ユニットに所属しているカール・アンダーソンとのタッグで、ワールドタグリーグにエントリー。予選リーグ戦を1位で通過し、決勝戦で、天虎児を下して、同リーグ戦を優勝した。2014年1月4日、新日本主催のレッスルキングダム8にて、 アンダーソンとのタックで IWGP タック王座を保持する KES と対戦。この試合に勝利を収め、同王座をダッシュした2016年4月11日 WWERAW にてウーソズ VS ソーシャルアウトキャストの試合後に勝利したウーソズが勝ち名乗りを上げている際にバックステージよりアンダーソンと共に登場。リング内へと駆け込み襲撃するとジミーにマジックキラーを 仕掛け、なおも、場外で追撃を加えているところに、リフェリーより制止されるとアンダーソンと手で拳銃のサインを見せて、リングを後にした。同月18日、RAW にて、ルーク・ギャローズとしてアンダーソンと共に登場。新日本プロレス時代のバレットクラブの仲間であった、アージ・スタイルズと、バックステージで再会、スタイルズから WWE に紹介してもらった、ことに感謝しつつ、 今後サポートしていくことを約束。WWE 世界ヘビー級王座を保持するロマンレインズとスタイルズがリング上でのプロモーション終了後、レインズを襲撃した。同月25日、RAW にてギャローズと組んでウーソズを相手に WWE デビュー戦を行う。序盤より攻めて試合の主導権を握るが後半から粘るウーソズに手を患いつつ、 リングから場外に向かってきたジミーにスーサイドダイブを仕掛けられるがアンダーソンがジミーを捕まえてリング内へ投げ入れると最後にビッグブートからマジックキラーを決めて勝利試合後決着がついているにもかかわらず嘘図を襲撃しているところにレインズの介入に合い引き上げたまた同日のレインズ VS スタイルズにて乱入するがスタイルズに止められた隙を突かれスーパーマンパンチを 食らったものの最後に、スタイルズがフェノメナールフォアアームを決めて試合が終了した。2017年1月29日、ロイヤルランブル2017キコフにてアンダーソンと組んで、WWE ロータッグ王座を保持するセザーロシェーマスに挑戦。終盤に、両、チームともリング内で入り乱れてる中で、シェーマスにマジックキラーを決めて、 リングから追い出すが、自身がセザーロにクローズラインを暗い場外に追い出された隙に、アンダーソンが背後から丸め込み3カウントを奪って勝利、ベルトをダッシュした。2019年7月29日、RAW で WWE ロータッグ王者チームのザリバイバルに、嘘ずとトリプルスレッドマッチ形式の王座戦に挑む。終盤に3チーム入り乱れる展開からアンダーソンが、 ジェイ・ウソ、so、にスパインバスターで排除すると最後に、ジミー・ウソにマジック・キラーを決めて勝利、王座を退官した。2020年4月15日、2019、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、WWE の経営環境が悪化したため、ギャローズを含む WWE 所属の選手や、リフェリーら20人が解雇された。7月18日、 インパクトレスリングと契約したことを発表。ハングマンズ・ヌース・ドク・ギャローズとしてのフィニッシャー。いわゆるネック・ハンギング・ボム。疲労当初は、下記・ギャローズ・ポールと混同されることが多かった。技名は、英語で、首吊り側の位。ギャローズ・ポール・ルーク・ギャローズとしてのフィニッシャー。向かい合った相手の両腕を、フルネルソン・ホールドの要領で抱え上げ、膝をつきつつ、相手の後頭部ないし、 背中から叩きつける技。技なの由来は、格子系で縄を吊るす柱のこと。かつては、12ステップの名義として使用していた時期がある。地獄付き、ギャローズが好んで使用する、大田義、チェンジオブペースや様々な場面で使用される、ビッグ、ブート試合を展開する上で使用する、蹴り技の一つ。二段蹴りも使用する、ハイキック大柄な体格でありながら、安定したフォームでの上段蹴りを見せる。 主に背面から、エンズイ、後頭部を狙う、トラースキック相手が向かってくるタイミングを見計らって、放つ、カウンター式を主に使用している、チョークスラムインポスター系時代のフィニッシャー、ファイヤーマンズキャリーフラップジャック相手を、ファイヤーマンズキャリーの要領で持ち上げ、フラップジャックを仕掛ける、ダイビングラリアットパイルドライバーマジックキラーマジック、キラーカールアンダーソンとの合体、ギャローズが、 ブレインバスターの要領で相手を担ぎ上げ、アンダーソンの肩に相手の足を乗せつけ、タイミングよく同時に真横に旋回しながら相手の体をマットに叩きつける。同タッグチームとしてはフィニッシャーとして使用されるブーツオブドゥーム自身がファイヤーマンズキャリーの体勢で抱え上げた相手へ、アンダーソンがジャンピングフロントハイキックを仕掛け、その勢いでフラップジャックへ移行こう。 IWGP タッグオーザ WWE インパクトレスリングアップエア、NWA、NWLRPWRCWVC、W 新日本プロレスジェシーとのタッグを組んでいた頃のテーマ曲、2007年から2009年まで使用、ストレートエッジソサエティ結成時のテーマ曲、2009年から2010年まで使用、2010年から2011年まで使用、 インストゥルメンタル版を使用。2014年8月に開催された G1。クライマックスから使用。シリーズ終了後は使用されていない。バレットクラブのテーマ曲としても使用されている。現在まで使用。ザクラブのメンバーとして使用。ありがとうございます。